レクサス新型 SUVTX 登場へ SNS では様々な憶測も。2023年5月9日、レクサス米国法人は新型モデル TX のティザー画像を公開し、近日中に世界初公開することを予告しました。SNS などではこの TX に関して様々な意見が投稿されています。 現在、レクサスの新車ラインナップは、セダンがイズ・ ES ・ LS の3車種、クーペが RCLC の2車種、SUV が UX、NX、RZ、RX、GX、LX の6車種。ミニバンでは4月18日に2代目モデルが世界初公開された LM1 車種と、計12車種を展開しています。 セダンが S、クーテが C、SUV が X という名称が末尾に付され、さらにフラッグシップモデルは L が先頭につくという命名規則に習うと新型 TX は SUV モデルであることが予想できます。公開されたキザー画像では、たくましさを感じさせるリアフェンダーアーチにブラックアウトされたリアクオーター部と、 その周辺にあしらわれるメッキ加色が映し出されており、ボディサイドまで回り込んだテールランプが特徴です。またレクサスはサムシングビッグイズカミング、何か大きなものがやってくるとアナウンスしており、ラージサイズの SUV の可能性が高いと予想されます。 この新型 TX に関して SNS などでは様々意見が投稿されています。現在トヨタが販売している SUV の上級モデルに位置するのではないかと勘ぐるユーザーは多いようで、ハイランダーのレクサス版みたいな感じ、グランドハイランダーの兄弟車に見える、ラブ4のレクサス版かな、プラドのレクサス版など、 憶測するコメントが多く見られます。中でも、2023年2月に登場した新型ミドルサイズ SUV、グランドハイランダーと共通する雰囲気を持つと言及するユーザーがしばしば見られ、三列シートを装備するのではないかといった意見もあるようです。また、日本で登場するのかなとさすがに日本では出ないだろう。 海外向けかななど国内での展開に期待する声や、ラージサイズとされていることから、海外1000倍モデルになるのではないかという予想も展開されています。なお、レクサス北米法人は近日中の初公開を予定していますが、側面を映し出した画像と TX という社名が公開されただけにとどまり、具体的なスペックや価格はおろか、 詳細な公開日なども明らかにされておらず、期待が高まっています。